はい、イラストレーターのデータですね、読み込んだ時の、解決策について、解説したいと思います。まず、こちらのですね、イラストレーター、AI ですね、ドット AI ファイルを読み込みます。これスケールをちょっと大きくしていきますよ。はい、ドバーっと大きくしまして、700倍とかですね。はい、もっと大きくしたとこうなりました。で、この時にジャギーが見えてしまうんですけども、はい、こちらのスイッチ、コラプストランスフォームというんですけども、はい、この、コラプストランスフォームですね、スイッチを押します。はい、そうしますと今変わったと思うんですけども、ベクトルデータとしてですね、データの方が変換される、まあもしくは読み込んでいますので、このような形でですね、使いますと、拡大をした場合には問題なく、表示されます。特にどんどん大きくしていってもガスが荒れるということはありませんので、まあそこら辺というのはある程度、コンピューターの CPU パワーとかに任せて、使って大きくしていいかなというふうに思います。また、同様にですね、例えば文字。はい、ここに電報字ってありますけども、まあテキストなんかでアフターエフェクツ打った文字ですね。T で打った文字の場合は、こちらも同じようにですね、拡大スケールをし、やっていきますと、はい、もう自動的に、コラプストランスフォーム効いてますので、こちらの方もですね、文字が、ベクトルデータとして表示されますので、滑らかに表示されますので、ぜひ使ってみてください。